はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターボンです。ターボンが実況するグランツーリスモスポーツ、ルイス・ハミルトンタイムトライアルチャレンジ、今回は、まあ、最後になるんですけども、聖地ニュルブルクリンクですね。まあ、ルイス・ハミルトン選手が最も得意とするニュルブルクリンク、このまずグランプリコースとこの後ノルドシュライフェですね、北コースのレイアウトの方に、ね、挑戦していこうかなと思います。早速、ハミルトン選手のラップタイムから再生して、ね、コースの紹介をしていきたいなと思います。非常にこのまずグランプリコースに関してなんですけども、まず、ハミルトン選手の、ね、ヒントのようになったんですけど、1コーナー目この入りが決まることが大事だと。1コーナー目ですね、1コーナー目からこの第2第3をうまくつなげられることができることがやはり大事だと。ここですね。でこの後でここはね、本当にね、インのグリッピングポイントにちゃんとついた方が絶対早いって、おっしゃってましたね。この後の加速、まあ、立ち上がり重視でね、第4コーナー、高速の、左のコーナーですね。ここです。アンダー出やすいですけどね、このコーナーね。この後2速に入れて、タイトのコーナーが待ってます。でここからはね、だいぶ下りのセクションになってくるので、まあ、ここのストレートスピードで、ここのコーナーですね、ヘアピンの進入速度ですね。結構ライン取り見ていただくと分かるんですけど、結構早めにクリッピングについて立ち上がりで、ついていくような感じですね。でここの高速セクション若干アクセルを抜き気味にしてね、立ち上がっていって左のターンですね。そして今度は右のターン。ここの脱出速度が上がってくると、この後のね、最終の S 字のね、進入速度に関わってくるので、意外とあそこのターンは大事ですね。さあ S 字です。立ち上がっていって、で最終のコーナーですね。ここもね、やっぱり綺麗に立ち上がりで決められるとストレートスピード上がってくるんでね。はい、こんな感じで、ニュルブルクリンクのグランプリコース、ルイス・ハミルトン選手のラップタイムでした。じゃあね、早速やっていこうかなと思います。その前にちょっとハンドルの位置を調整して調整するんで少々お待ちください。そうですね、普段僕は、ね、何のハンドルコントローラー使ってるんですかとかいただくんですけど、僕はRWA ですね、堀さんから出てる RWA っていう、ハンドルコントローラーがあるんですけど、これを僕はもう1年以上、まあ、このグランツリスモの、ね、動画を撮り始めるようになってからずっと使ってるんですけども、非常に価格もお手頃ですし、耐久性も結構あるので、まあ、ちょっと結構掃除したりとかメンテナンスは結構自分でしてるんですけど、非常に使いやすくて使ってるので、ぜひ皆さんちょっと調べていただいて使ってもらえると嬉しいかなと思います。じゃあ早速いきましょう。まあ、別の練習でやったときはね、2分切れてたんで、ちょっと2分切れるように頑張りたいなと思います。さあ行きましょう。1コーナー目です。流れたけど、さあヘアピンですね。高速の SG、 ちょっとアクセル開きすぎだけど、
レーティング怖いですね。さあどうでしょう。ああまあ結構いいタイムだと思いますね。自分の練習で1分58秒台、まあ、7秒台までは入れられたのかな、まあ、結構いいタイムだと思いますね。自分で言うのもあれなんですけど、そんなにねニュルブルクリンクのグランプリコースそんなに得意な方じゃないんで、まあ、今回はどちらかというとメインはねノルドシュライフの方になるので、はい、こんな感じでねグランプリコース、でした。はい、じゃあ次はね、次がメインなんですよ。さあ、ちょっとね、本当はね、ゴーストと一緒に走ろうかなとは思ってたんですけども、ちょっとこのね、ニュルブルクリンクの、北コースのレイアウトになります。まあ、皆さんね、僕が一番好きなサーキットはニュルブルクリンクの北コースなんですけども、まあ、全長が約20キロ、コーナー数は170以上ですね。になるんですけども、今回乗っていく車が、今まではね、メルセデスの、AMG のグループ3のカテゴリーだったんですけども、今回はなんとこの89年、まあ、いわゆる C カーと呼ばれている、ザウバーメルセデス C9 89年式、のマシンに乗っていきます。僕が生まれるよりちょっと、年上の、そうですね、年上の車に乗るんですけども。はい、じゃあ この車、皆さんね、ルイス・ハミルトン選手のラップタイム見るんですけども、ぜひ、目を回さないようにしていただければなと思います。せっかくなんで、ドライバー支援でいきたいなと思います。さあ、行きましょう。まずは、ノルドシュライフェが入っていきます、1コーナー目。で、この C カーっていうのが、まさしくその、いわゆるその、なんて言ったらいいんですかね、ル・マンだったりとか、まあ、世界耐久とか出てたような、車になるので、ものすごい加速なんですよ。この2速から3速にかけての加速、まあ、普段ハミルトン選手 F1 ドライバーなんでこういう加速には慣れてると思うんですけど、それでもねテール流れてたりとかすごいしてるんで、本当にねすごいマシンだなっていうのが分かりますね。さあここ、ジャンピングポイント、ブルークブラッツェ。さあここから抜けていくと、高速のね、セクション、まあ、どんどん跳ねたりするんですけど、ここジャンピングポイントになります。全開ですねここ。さあブレーキングして、さあここからはねブラインドコーナーが続くセクションになります。さあここもね下りながらね、まあ、右に曲がったり左に行ったりね跳ねたりしてるんですけど、減速しないとね、ここに右側にね、ずれます。あそこね、実を言うとジャンプしてるので。さあ、立ち上がっていって、この後はね、左の、高速コーナーの後に、ブラインドコーナー2つ続きます。まだ左ですね。減速し、あそこをね、260で行くの相当勇気いますね。ブラインドコーナーですね。ここね出口が本当見えないんで、踏みすぎちゃうとアウトにね流れちゃうので。さあこの後も右のこのねここアンダー出やすいですね。でこれ一気に減速する、ところです。一番車の速度はここは低いと思います。でこの後はアデナウの街を向かってね、駆け上っていくんですけども、アデナウです。ここを抜けていって、またここからねセクションが変わっていくような形ですね。ずっとここも高速のセクションから、次はニキラウダさんがクラッシュした右のコーナーですね。ブラインドコーナーです。そして立ち上がっていって、でここからはね、ほぼ全開ですね。高速の、カルーセル前までのこの高速セクションなんですけども、ここはもう全開です。車がねこうかなりバンプしたりとか、コース自体もねかなり、右に左にうねってる場合いるんですけども、ここはね勇気を持って、全開で、あそこのコーナーはねほぼ、ちょっとこうアクセルを開くような形ですね。
ちゃ減速してヘアピン抜けて、で次が、ノルノシュライフ名物のカルーセル、石畳のある左のバンクのコーナー、ここはねアクセル踏みすぎちゃうとスピンしちゃうんでちょっと怖いですよね。そして、左の高速の S 字を抜けて S 字ですね、かなり進入速度高いです。ここからは、ね、テクニカルなセクションになってきます。立ち上がっていって、ここはねこのセクション一番好きですね。このビッパーマンまで続くこのセクション一番好きです。ここはビッパーマンです。まあ、下りながらのね右のターンになるんですけど、かなり出口が見えない、下りのターンですね。そして左のターンを抜けて、この次がギャラリーコーナー。ここはね下りながらで、立ち上がりのねコース幅も狭いんで結構難しいんですよね。右の、登りながらのターンが結構車が滑るのでかなりクラッシュしやすいですね。そして左の、S 字を抜けていって、でここからまた高速ですね、ほぼ全開で行くんですけど、この後またジャンピングポイントです。ここジャンプします。まあ、完全にもフロントタイヤ浮いてましたね。で抜けていって、ここまで勇気を持ってね、ここアクセル全開です。一番ここがノルトシュライフェだと怖い区間になるかもしれないですね。そしてこの後右の高速のターン、そして左ですね。でこの後が第2カルーセル、2つ目のカルーセルですね。立ち上がっていって、で右の、高速ターン、ここの右コーナー大事ですね。このコーナーを早くアクセル全開で、抜けることができれば、この後の、ノッティンガーストレート、この長い、ね、ストレートのね、やっぱりホームこのストレートのスピードにね関わってきますから。で今見ていただくと分かるんですけど、もう350キロぐらい出てます。これ多分ね、スリップとかついてて多分平均360、70ぐらい出るんですね。そして一気に下って、バンプするんですけどね、一気にブレーキングしてからね、300キロ前後からね、ここで100キロ前後まで、ブレーキングします。でこの後右のターン、トナーターンです。これでね、また1周終わったという感じですね。まあ、これが、ノルドシュライフェの、5分40秒ルイス・ハミルトン選手のラップでした。というわけで僕もね、このラップに挑もうかなと思います。練習だとね、練習したんですけどね、さすがにこれ C カーで乗るの怖いなってなったんで、練習だと1分50秒切れたんですよ。1分49秒ぐらいだったんで、まあシルバーが取れればいいかなっていうのと、ミスなく、このノルドシュライフェを生き延びようかなと思います。いきます。ちょっと無言になるかもしれないんですけど、ご容赦ください。それぐらい難しいコースなんでね、なおかつ難しい車で乗るんですよ。さあまずは序盤のセクションですね。ここはねリズムよく行きたいですね。一番難しいんですけどね、ここがやはりノルドシュライフェ走る上で、まずここを練習するとノルドシュライフェに対するその耐性がつくかなと思います。あんまり遠赤も使いたくないんですよね。こう C カーって車高がほぼないので、あんまりすりたくないんですよ。ただ僕結構遠赤ガンガン使いたい派なんで、ちょっと怖いんですけどね。ここ超怖い。まずは1周ですね。この車で1周することを目標でやっていきましょう。今のまで右側にね車ずれてるんですよ。そうすると右側にコースアウトしちゃうんですよね。立ち上がっていきます。ちょっとねかなり車のスピードが速くて、こうかなりアトラクション系の、あーやべえやり直します。やっぱあそこ鬼門だったな。
で、かなりアトラクション系の匂いがしてるので、ちょっとね、車酔いとかそういうの苦手な方は、ちょっとこう、ぜひ、ちょっと離れて見てください。ちょっとあんまり画面近づきちゃうと、多分気持ち悪くなっちゃうと思うんで。ダウンコース抜けるときがあるんですよね。僕の走り方が悪いと思うんですけど、何キロぐらいで走ってるときかな、100、200ちょっとで走ってるときのダウンコースはほぼないんで、めちゃくちゃ怖いですね。あそこのさっきコースアウトしたところって普段 GT3 のマシン乗ってる時って1個から入ってくるんですよね。1個から入って抜けてく心構えでいるので、なのでちょっと入りを変えてちょっと入り口ちゃんとブレーキングします。あそこ怖いところ早めにブレーキングしないとね、マシンがマシンなんで。やっちゃったやっちゃった、ちょっとのブレーキングミスが一発で終わりです。このあそこのね、区間を抜けれれば、序盤のセクションでね、リズムをつかめればいけると思うんで、まずは一周ですね。まずは一周を目標に頑張ります。バンプしてずれるので、なるべく車を跳ねさせたくないんです。4速から3速に減速するときが一番怖いです。だいぶちょっとこうチキって走っていきたいなと思います。特にね、ランオフしたところはね、慎重にいきますよ。アデナウですね。危ね、危うくイキロラダさんと同じような苦しかったですよ。びっくりした今の。完全にあそこのコーナー頭から抜けてた。さあここから全開ですね。あとね、怖いところはね、個人的には3箇所ぐらいありますね。1つ目はこの次です。
ビッパーマンのセクションですね。ここが一番怖いけど、一番怖いというか一番難しいところかもしれない。でもライン取りは1本なんで、ビッパーマンですね。ここはインから立ち上がっていった方が早いんで、インの遠赤高いんですけど使った方がいいですよ。そしてギャラリーコーナー、ギアはね2速に入れちゃうとホイールスピンしちゃうんでちょっと怖いんで、ここは2速に入れるんですけど、2箇所目ここです。ジャンプポイント、ジャンプしたくなかったら手前で減速しましたけど、で全開でいけなかったんでちょっとアクセルを離しましたけどね。まあ許容範囲です今のは。ミスった。やっぱ後半は難しいですね。あそこ怖いセクションのところ、最後がやっぱりあそこだったんですよね。カルーセル第2カルーセルの2つ前の右の高速コーナー、あそこまとめるの難しいんですよ。まあでもなんとかシルバーには入れそうかな。やっちゃったちょっと一周します、頑張って。ミス多いな。いやでもブロンズです、ね。まあ、ミス3個あったんでね。ちょっとじゃあすいません、リトライしまーす。
か。怖かった。はい、というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。なんとかね、まあ、シルバーまでは取れたんですけど、まあ、限界ですね、これが僕の技術の。はい、というわけで、これでね、ルイス・ハミルトンタイムトライアルチャレンジ、無事に終わりました。はい。ハミルトン選手とね、レースをして、レースというか、まあ、ハミルトン選手のラップタイムを見ながらですね、こう、楽しくね、走らさせていただきました。非常にね、ダウンロードコンテンツなんですけども、ぜひね、皆さん、やっていただきたいなと思います。はい。おオールシルバー、プレゼントカーを獲得しました。あ、Cカーもらえるんだ、オールシルバーだと。はい。というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回からはですね、また、デイリーレースなどのね、いろんなレースやっていきたいなと思うので、楽しみにしておいてください。というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。